ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使ウェブパーピット軍事主義シナリオの立花東西戦第11話ですね。始めていきましょう。ではね、進めていきます。待機する。これはあれだね、上層階さんだね。これ強行じゃなくて攻撃にしとった方がいいかな。まあ毛利とね、長宗我部がね、まあほぼほぼ同時期1ヶ月遅れぐらいかな、まあ攻めてきたんで、まあ対応してるんですけど、まあ毛利の方はもうビビってね、もう講和解除とかバンバンやってくれてるような状況だね。ただこっちがなんかまだなんかしぶといね。行きます。あ、でもうちは5200、3200か。ああ、ここで潰した方がいいね。潰そう本気で。何日した？29日。29日後にマックスの兵が当たらないと困るんで、これで行きます。5200、これでいいかな。じゃあ進めていこう。貴様ごとき、これで毛利終わったね。我が敵ではない。元成さん、あれだよね、そんな攻めておかなければまだまだ自分ら攻めに行くつもりも全くなかったからね。準備しようと思ってたからね。まあね、お家崩壊するのがちょっともっと遅かったんじゃないのかなと思います。ということで1万ぐらいどうしようか。これも行くとしようか。我に続け。こんな感じだね、進めとこう。飽きないよ、始めましょう。ルートが変わったな。報告します。先月の収支です。お命令を。15000。じゃあこれ足悪いね。手を打とう。これ待ってよ。我に続け。こんな水路で当たったら無理だ。だったらさ、そのままさ、ね、もし取られても手を打とう。サクッといけるもんね。これ待ってたんだけど意味なかった。いざ参らん。風船750いいんじゃないのかな。これも出るぞ。向かおうか。いざ参ろうか。もし義弘が負けたとしてももう一個のとどめさせるんで。はっ、甲斐さんかな。島津一本頑張ってくれるでしょ。取引を行いましょう。兵糧せよ買ってない。取引を行いましょう。警部があって、かしこまった。天魚村かしこまりました。大丈夫だね。親切で貯水が作れる。作ろう。あれ、こうじゃないの。作れる。こっか。はっ。そしたらお金余ってるから後ろ取ってておこうか。あ、この鉄砲もここら辺でいいか。はっ。じゃあ進めていこう。待機せよ。強行38いいね。
16,100 で来る。ここが。出るぞ。9,700。大丈夫でしょう。こっち行こうか。進め。じゃあ進めていきます。ほい32日。ほいほい。もうあれじゃないのかな。長宗我さんももう、ああやっぱ無理だったと思ってる時期じゃないのかな。これ勝てるでしょ。消耗されるんで一部隊だけ。シャドウしてきます。始末の行く道は俺が切り開く。で、大丈夫かな。あ、交渉ついてる。あ、でも強行で行こう。報告します。先月の収支です。表情を始める。そういうことやっぱ減ってきたね。20分近かったけどね。そしたら軍事農業でいいか。55。これにて表情を終えるぞ。でもまあここまで来たらタイミング使わないでクリアしたいね。多分使ってないと思うんで。ロミ提案の議場上中、これ取っとろうか。ロミいっぱい使うから。ゲチよ。はは。取引を行いましょう。ケースバッテンして。あ、でもあれか、多分最初のうちに多分借りたろうぜって使ってない気がするな。これはまずい。取引を行いましょう。取引、築城しようか。継続発展、開発発展、漁村が作れる。かしこまりました。で、じゃあ築城しよう。築城。こんないっぱい城作っていいのかなと思うんだけど。まあ、鉄砲いらないな。作るか、どうしようか。あ、ここ作ると漁村になるってところかな。漁村のマークがピコピコしてるもんね。ここ作ろうか。多分漁港、資源漁港。この辺だったよね。ここ漁港になりそうだね。そこに作ろうか。かしこまりました。あとはピコピコしてるところないかな。あ、ここがピコピコしてる。ここ漁港になる。はっ。こんな感じだね。じゃあ進めていこう。志果たさずして賞は終えられぬな。方位44日でいいね。あ、でも本気の方がいいか。あと打って出てこられてめんどくさいもんね。打ってするのめんどくさい。あら、今度こっちから借りてき始めた。蝶と壁さん。浮田から借りてきたか。まあいいか。進めていこう。一大事でございます。龍造寺高信がちょっとかかれ。何してよ。
勝ちを重ねて天下を目指す。お前さ俺らの勝ちよ。裏切った瞬間に勝ちの気を上げよ。出てくるやつ行くぞ。今の部署合ってるよね、多分裏切った瞬間だよね、多分。進め。とりあえずもう終わりか。拍子抜けだな。トリガーコンでだからさ、多分そう、なんか城、あ、そっか、城の外でも大丈夫かな。かたじけない。行くぜ。お前らついてこい。これは9300いく。これは変わってるから問題ない。進めてこう。強化88インチでいいか。悪いが負けられるのでな。全然見てなかったけど大丈夫なのかな。全然見てなかったけど時間経ってきて発見するので、自分の中でこの戦争結構疲れてる方なんで、7ヶ月、やっぱそうだよね。進めていこう。報告します。先月の終始です。ご命令を。ちゃんと護衛だね。ちゃんとしっかりやろう。かしこまりました。これはもうちょっと入れとこう。はっ。かしこまりました。はっ。かしこまりました。はっ。はっ。あ、これ最初から1500なんかね、農地があったのがすごいね。はっ。こんな感じかな。映像勝ってんな。あ、金銭収益すごいことになってるね。5万も入ってるね。かしこまった。親切。はい。はっ。はっ。かしこまった。承認書作ろうか。はっ。ああ、ここはあれだね、人権状況何も当たってないね。はっ。ないでしょ。城3つ作れるね。あ、でもあれか、城築城しすぎてもうこれ以上作れないってことなのかな。わかんない。進めとこう。あ、建築建築できる数なんてなってんのかな。勝って兜の王を締める。まるでないぞ。足のあるように道勢さんの舞台頑張ってくれてるね。あ、道勢さん、じゃあここに入ろう。隠しに入ろう。皆の者、我に続け。したらじゃあ行くぞ。そうか、あ、ここゼロじゃん。ゼロ。したらあれだね、部分入場して、東鉄さんの舞台を合流で、一人捨ててこう。これ一人捨ててって、本当は二人捨てても問題ないんだよ。1900残しておけ。皆の者、我に続け。行くぞ。じゃあこっちあたり狙うか。皆の者、我に続け。で、
ああ、大石さんのあれだ。あれだ、弱い。あれだね、もう、大名だね。遅れを取るな。うん、超えていいんじゃないの？ゼロだから。何日かかるって、お前。18日、あ、今月中に取れるじゃん、これ。うん。この老いぼれに勝てぬのか？かたじけない。そしたらじゃあそのまま秋城行こうか。いざ参ろうか。秋城捨てる気満々だね、多分。一人しか入れてないもんね。じゃあ進めとこう。3000何本行きだ。押し戻されるっていうなんで、一部隊だけ残しておきます。生殺与奪、すべて勝者の思うがままよ。6700、それはもう、行くとしようか。会場で当てよう。進め。あ、帰ってた、帰ってた。うん、じゃあ進めてこう。見たか、我が軍略を。特にゼロはいないね。ああ、ここはゼロ。4800。手を打とう。勝てないな。こいつが、手を打とう。何しようか、ここに行こうか。いざ参ろうか。あ、これゼロか。ここの部隊がね、移動した後だったらどうせさ、そこで行きたいんだけど。うん、そういうわけにはいかなさそうで。一条が、ちょうど壁に下ったと。うん。商いを始めましょう。じゃあ、進めていこう。報告します。先月の収支です。結構疲れるね。ご命令を。はは。取引を行いましょう。取引じゃない。継続発展。は。発展。撤去だね。なんいらない。発展で漁村が作れる。貯水作ろう。はっ。で、歩兵やってないよ、多分歩兵。白痴やったかな。白痴やったる。かしこまりました。これはもう集まったんだね、兵がね。よしじゃあ進めていきます。秋城82しか、結構時間かかるね。3階に積むだろう。あ、工場ついた、報酬しよう。お、官兵衛の奥さんだね。お願いします。全部カーブ40個。この戦、我らの勝ちのよう。一つまでも不良で落とせたね。出るぞ。じゃあ引き立場行こうか。出陣するぞ。まあ兵持ってかなくていいかな。うん、多分弱い兵もいるんだけど、部分入場すると、少ない兵いるけど別にいいかな。うん、1枚1000いるからね。
ホイ62日、これはいいね。うん。ホイこう。攻撃にしとこうか。これ出てこられるとめんどくさいし。4回。休館室。どうだろう。どうだろう。刀狩り取れないと、取らないダメだね。取ってないよね、多分まだ。取ろうと思って忘れてたんじゃないのかな。じゃあ進めてこう。情けは無用。勝たねば生きる道はなし。それが乱世。したら3000ぐらいだと倒せる場所。ああ、ここを行けるか。部分入場してもどこか。出陣する。さあ、これであれだね。出陣する。京都亀の後ろも全部取り囲んだっていう感じになるんで。取られた武将も何人か返してもらえるんじゃないのかな。ああ、これダメだ。こういう切り替えの忘れてたね。いや、違う、どっかからか集めてきたんだ、これ。1万ぐらいにしとこうか。1万3200。我に続け！参る。我に続け。1万4000だから大丈夫、勝てるね、ここはね。問題ない。報告します。先月の収支です。表情を始める。刀狩り取ってなかったよね、多分。ロンギーがあれば取れる。ロンギー、でもロンギーたまんないね、きっと。1回じゃ76、55、58。これにて表情を終えるぞ。刀が取れないんで、ちょっとあれしようか。ちょっと今回は取るのやめようか。そうだな、惜しいのないからやめよう今回は。一応はっ発展だね。承知いたしました。こんな感じで。かしこまりました。業行は3つある。かしこまりました。かしこまりました。だけどこれいらない。はっ。あ、こんなちっちゃいところに漁港がある。かしこまった。漁村が できてる。こんなところかな。お金もあるし、あれかな。開発、取引、築城。築城できないんだ。あ、じゃあ作れる数って決まってるんだね。築城できる数ね。じゃあ進めていこう。ポイントの方が結構だいぶ溜まってきたんじゃないの。16ポイント。やっと半分だから、あとここから志果たさずして、賞は終えられぬな。16か17話ぐらいかな。うん。まあ、20話まではかからないですね、多分。ほい25って速攻賞だな、これ。前回は55、お願いします。多く働く。戦い続ける覚悟はあるか。
じゃあ進めてきますとか。使いの者が来たようです。競争が無条件の無理無理。従属なら受け入れるけどね。もうめんどくさいから報酬入れとこうかな。うん、じゃあこんな感じで進めとこう。報酬をもらっていくぜ。おお、いっぱい入ってきたね。あ、三好はやっぱりあれだったね、上座神にいたくなかったんだろうね。これ一文じゃないの、これ入ってきてるけど。片付けない。1800じゃいらないな。騎乗立せようか。1万、どうだろう、勝てんのかな。これちょっと一個だけ一部で外そうか。我らに歯向かうとは愚かなものよ。で進めていきます。この城いただくとしよう。疲れたね。そうすると一応とりあえず補助的にここら辺に打とこうか。我に続け。こちらの準備整えました。黒田官兵衛の奥さんお願いします。出迎えは53で。はい、ありがとう、ありがとう。この戦我らの勝ちのよう。なんか人妻パワーに負けてるね。いざ人妻パワーに小価格の兵が負けてる武将がね。休めとこう。報告します。先月の収支です。ご命令を。さあ商業を進めて。承知した。継続あった。かしこまりました。親切はっ。こんなんいらないよ。今もいらない。こんなんいらない。かしこまりました。あと2箇所どこだ。ここか。承知いたしました。ここか。かしこまった。ちょっと忍びの里いらないね。この辺もいらないね。ここもいらないね。発展。ああ、でも1個しか作れなかったんだね。うん。いいでしょう。はっ。はい、ということで第11話、この辺で終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。